銃器の扱いは難しいので十分な脳細胞が必要ですが、今回登場するドライバーは違います。例えばこれ。今日のテーマはもうお分かりだと思うので、チャンネル登録をしたら早速始めましょう。こんな大きな積み荷を運ぶというのに、運転手は何を考えていたのでしょうか。ショベルカーのドライバーにも駐車の達人はいます。トラックが踏切でエンストしますが、警察も呼ばず電車に警告もせず、トラックを引っ張り出すことにしました。そしてその結果がこれです。トラックが事情を抱えていると、車は持ち主に届く前に玉突き事故に遭ってしまいました。仕切りを考え出した人類はさすがです。実はこのためだったのかもしれません。埋め立てた地盤は重さに耐えきれず、ダンプカーとともに崩壊します。なんとも壮大な巨大クレーン倒壊の瞬間です。十分働きました。落とし穴を飛び越えるトラックを笑うだけの人もいますが、他の人の安全を確保するために行動を起こす人もいます。貨物をしっかり固定しないとこうなります。手作業で下ろしたらよかったと言っても後の祭りです。狭い道で自分にそっくりな人に出会った時、こちらのトラック運転手は200キロの電柱を倒して気づかなかっただけでなく、素手で取り除くことにしました。これを見ればトラックの資格がよくわかります。 What the is this piece of shit?自分ならいけると思ったんです。撮影者は正しいレーンを走っていましたが、突然この3人の運転手とは対照的に右に寄ってくれたダンプカーに拍手を送りたいですね。重さ1800トン5億円相当のモンスタークレーンの末路をご覧ください。すべて運転手の不注意が原因です。花崗岩の採石場で壁の一部が突然崩れます。急流滑りが羨む水しぶきです。疲れが溜まっていたんですね。道路作業員がこれを見たら絶対に喜びません。慌てたばっかりに代償を払うことになりました。ミキサー車を船に乗せる準備ができていませんでした。運転手がロープを取り付けるのを待たなかったのが原因です。
落下したクレーンの回収方法としては最善ではなかったようです。微笑ましいですね。大型クレーンが小さな友達を抱えて作業を手伝っています。いいことを思いついたと思ったら結果は逆だった時、クレーンでトラックを無事起こせましたが、その後にご注目ください。大丈夫、さらに大きなクレーンを用意するだけのことです。足りなければさらにもう一台どうぞ。建設用クレーンの華麗なる倒壊の瞬間です。横方向への荷下ろしとは珍しいですね。最初はうまくやっていたんですが、気づいているはずですが無視して行っちゃいました。レースドライバーになるはずだったのにトラックドライバーになったら、オフロード車をボートだと勘違いし洪水の中を走ろうとしますが失敗に終わります。橋の解体は私たちの想像以上に壮大です。ドローンなので安心です。クレーンが高速で回転しレールにぶつかったかと思うと、ショベルカーは自分の穴を掘っていたようです。ボスの顔が浮かびます。オペレーターのミスで別のクレーンが離脱しました。20トンあるコンバインの断末魔の叫びです。扉を閉め忘れて動き出した結果、トラックは U ターンできず大量のビールが犠牲となりました。いくつかのパーティーは延期です。助けてもらっても喜べません。倒れた重機を起こそうとしますが悪化しただけでした。自由の風を満喫。カーブの手前で減速するのは負け犬のすることだと思っているようです。24トンのショベルカーがピットの底に落ちるのに4秒かかりました。トラックイントラックです。
トラックは急な坂道を下るときに制御不能になり川に転落します。積み荷の岩の重さに耐えきれずブレーキが効かなくなったのが原因です。初仕事の日なんてこんなものです。美しい雪景色のどこかで泣いているドライバーもいるんです。道路の真ん中で横転したトラックをクレーンで引き上げます。成功は目前でしたが、ちょっとしたものが邪魔をしました。高架下の高さを全く気にしていません。これが原因で停電が起きたそうです。私はダンプカーを運転しませんが、傾いていると悪い予感しかしません。誰かが一服でもしたんでしょうか。このトラックは使命を果たせませんでした。大きさの感覚が麻痺していたのでしょう。踏切でのルールを守らなかったせいです。幸い運転手は脱出しました。ミキサー車をこんな場所に停めることにした人は今頃新しい仕事を探しているはずです。気分はジャック・スパロウだったに違いありません。水陸両用ショベルカーがいかに機能的かをニュースで紹介するための映像を撮影中でしたが、沈みやすさについては触れていませんでした。トラックは一番大切なものを失います。今日は以上です。一番印象に残った映像をコメントで教えてください。チャンネル登録もお忘れなく。